皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は、中学校2年生の社会科第2章、世界から見た日本の姿、教科書140ページから141ページ、変化に富む日本列島の地形の内容です。皆さんは、 地形と言われて何か思い浮かべるものはありますか一時停止をして考えてみてください。出てきましたかおそらく海や川や山など皆さんが小学校で学習した地形が出てきたと思います。中学校の社会科では さらに詳しい地形を学習していきます今日の学習課題は日本列島にはどのような特色を持つ地形が見られるのでしょうかです学習課題をノートに書き込みましょうそれではこの画面を一時停止して始めてください書けましたかそれでは まずはじめに日本の産地について学習していきます。教科書の140ページを開いてください。これは日本の山の特徴についてまとめたものです。教科書を見て、カッコの中に当てはまる言葉を調べ、ノートに書き込みましょう。それでは、この画面を一時停止して始めてください。 書けましたか正解はこのようになります。日本の山の特徴は火山が多いことです。前回の授業で学習したように日本は環太平洋増山帯に含まれているため火山が多くなっています。火山には富士山のような塩水系のものや阿蘇山のように カルデラを持つ火山もあります次に新しい大地と古い大地について説明していきますもともと日本はユーラシア大陸から分離した土地でしたその中でも日本の本州は大きな2つの土地に分かれていたと考えられていますそれが 前回学習したプレート運動によって位置が少しずつ変化していきましたやがて2つの島の間に活発な火山がいくつもでき火山活動や土地が持ち上がるなどにより新しい大地ができましたこの大地をフォッサマグナと言います フォッサマグナは高地などの変化に富んだ柔らかい土地で雨などの浸食の影響を受けアルファベットの V 字のような谷や氷河の影響を受けた地形が見られます平山脈などを含む日本アルプスが有名です一方でそれまであった古い大地は土地が固く なだらかな高原が見られます東北地方にある北上高地や中国地方にある中国山地が有名です以上で日本の山の特徴についての説明を終わりにします次に日本の川について学習していきます教科書の140ページから141ページを開いてください これは日本の川についてまとめたものです教科書を見てカッコの中に当てはまる言葉を調べノートに書き込みましょうそれではこの画面を一時停止して始めてください書けましたか正解はこのようになります日本の川の特徴は 世界の川と比べて短く傾斜が急であることです。教科書141ページの資料5のグラフを見てください。グラフの傾きが日本の川は急で世界の川は緩やかであることがわかります。世界の川は日本の川と異なり 河口からの距離、つまり長さが長く、標高の差、つまり傾斜が緩やかであることを表しています。次に川が作る地形について説明していきます。雨水が山を削り、土砂が川に流れ込みます。この土砂は川によって下流へ運ばれ、 砂の粒が粗いものは手前に、細かいものは遠くに積もっていきます。土砂が山のふもとに積もる場合、山地に近いところに粗い砂粒が積もり、平地へ行くにつれて細かい砂粒が積もっていきます。こうしてできた地形は、扇の形に似ていることから、扇状地と呼ばれます。 次に山に雨がたくさん降ると洪水が起こり平野で水があふれますこのように川の周りに土砂が積もってできた土地を氾濫源と言います最後に山のふもとでも平地でもなく河口まで土砂が運ばれると波の影響を受けて 河口付近に土砂がたまります。こうしてできた地形は三角形の形に見えることから三角巣と言います。こうして川の働きによってできた戦状地、氾濫源、三角巣のいずれかが見られる地形を中積平野と言います。以上で 川が作る地形についての説明を終わりにします。最後に日本の海岸の特徴について学習していきます。教科書の141ページを開いてください。これは日本の海岸の特徴についてまとめたものです。教科書を見て、カッコの中に当てはまる言葉を調べ、 ノートに書き込みましょうそれではこの画面を一時停止して始めてください書けましたか正解はこのようになります日本の海岸は複雑で長い海岸線が特徴的ですその長い海岸線の中でも 大きく2つの地形に分類することができます。これについて、これから詳しく説明していきます。一つは、山地が近いところで見られるリアス海岸という地形です。谷が海に沈み込んでいることで入り組んだ海岸線が見られます。三陸海岸や 三重県の島半島などに見られますもう一つは平地に面した海岸線で見られる砂浜海岸です九十九里浜のほか茨城県でも上須市から大洗町まで全長約100キロメートルの砂浜海岸が見られます夏に海水浴客でにぎわいますが 近年ではダムなどの影響で砂浜が減少しています。こうした砂浜海岸には遠浅で潮が引いた干潮時にのみ現れる湿地帯があります。これを干潟と言います。この干潟にはムツゴロウをはじめ多様な生態系が見られます。皆さんの中には 潮干狩りなどで訪れたことがある人もいるかもしれませんね。この他にも南の暖かい海ではマングローブの林やサンゴ礁といった特徴的な生態系が見られます。以上で日本の海岸についての説明を終わりにします。それでは最後に学習のまとめをします。 日本列島にはフォッサマグナやリアス海岸などの地形の変化や扇状地や砂浜海岸などの川の働きによってできた様々な地形が見られることがわかりました。学習のまとめをノートに書き込みましょう。それではこの画面を一時停止して始めてください。 書けましたかできる人は教科書141ページの「振り返る」にもチャレンジしてみてくださいこれで中学校2年生の社会科第2章「世界から見た日本の姿」「変化に富む日本列島の地形」の内容を終わりにしますご視聴ありがとうございました